今日サリューの洗濯屋、2つの家で洗濯屋しておりました。そのお店は大きいお店でしたか？はい、サロンは大きかったんです。大きな家だったんですよ。地下室も全部した地下室で、今はそのパラグアイリオファですね。夜はガタガタして、あ、ポートを開けようとすると思われましたよ、その情報も。それは何の音ですか？盗み手ですよ。はい。しかし、うちの方に大きな棒を横にして、ポートを支えていたものですから、入れなかったんです。独立いたわけです。リオファパラグアイのところ。セントルの近くにだったんです。一丁離れたところに、コルドバもあるし、コルドバはパラグアイからずっとサンマーティンまで、もっとアベニーダで、ちょうどコムのフロリダ、こちらのブエノスのフロリダのように車は全然入れないんです。洗濯屋さんのお仕事をするのは初めてでしたよね、その頃。そうです、初めてです。しかしみんな洗濯屋だったんですよ。いかがでした、その洗濯屋さんのお仕事。大変でしたか？いや、そうでもないですが、立派なマキナを持って立派に洗濯、自分たちはもう手洗いですよ。ちょっと、水とアボンと溶かして、それを跳ねて洗っていたんです。だからあんまりよく